どうも大之助です。皆さん、ちいかわの原作最新話追っかけてますか？討伐島編なんですけど、いやーめちゃくちゃ面白いですね。で、前回僕が考察させてもらった内容からまた6話ぐらい溜まってるので、どれぐらい話が進んだのかっていうのと、今後の展開についてまたお話ししていきたいなっていうふうに思います。で、前回お話ししていたところだと、その島民のそのちいかわ族が実は簡単な討伐じゃなくてめちゃくちゃ難しい討伐なんだけど、セイレンを倒してっていう風に泣きながら懇願するわけなんですよね。で、まあチーカーたちは、昨日友達になったあのセイレンじゃんっていう風になるわけなんですよ。で、あれを討伐するのかと、サイズ比較と、まあ、めちゃくちゃでっかいですねと、チーカーもその尻尾にくるまれて温まってましたからねっていうのを見て、みんなギャーと、あんなん簡単な討伐じゃないじゃんと、みんな泣きながら逃げ惑うわけなんですよね。で、そのやっぱり騙してたっていうのもあって、島のチーカーはその取り残されて、うーっていう風に悲しそうなんですよね。ちょっと騙してたのは良くないけど、やり口は良くないけど、これはちょっとかわいそうになりますね。同情しちゃいますよね。それはどんな手を使ってでも島の外から強いチーカーたちを集めたくなるとは思うんですけど、ただね、やり方がね、ラッコ先生みたいに頭が切れて強いやつを呼んで本気でセイレン倒したかったら、あんな怪しい文言書いちゃダメでしょって。実際ラッコ先生、スイーツがなかったら来てないしね。で、他の上位ランカーのちいかわたちも来てないじゃないですか。だからもっとやり口あったんじゃ、やり方、呼びかけ方があったんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、まあ何せよ結果的にラッコ先生と主要人物以外はいないと。ただ主要人物の中でもシーサーとか、栗まんじゅうとか、そしてモモンガと、あとカニちゃん古本屋さんいましたよね。彼らはどこ行っちゃったんだろうっていうふうに思ってたら、まあそんな話はともかく、その戦うしかないよってな、このメンバーでっていうふうになって、もう強制的にその戦いの音楽が流れてきて、みんな武器渡されるけど、ウサギ何これってなんか武器が勝手にカスタマイズされてるって感じなんですけど、これ絶対弱いだろうって感じなんですけど、ウサギの持ってた爆発する棒を渡してあげた方が、爆発する棒の方が絶対強いですよね。なんで武器変えたのって感じなんですけど、で、チーカーも、なんで戦わなきゃいけないのっていうような感じになっちゃうわけなんですよね。で、一方その頃、他の主要人物たちは、栗まんじゅうがもう二日酔いになっちゃってるわけなんですよね。で、シーサーが看病してて、で、そのせいで放送を聞きそびれたという、なんかこのシーサーのなんか小さくまとまってる感じ、めちゃくちゃ可愛いんですけどね。栗まんじゅうも可愛いけど、だったりとか、また場所は飛んで、そのカニちゃんとモモンガがグーグー寝てますと。グーグーじゃなくてスースーですね。で、なんか一生懸命放送してるから早く行かないとっていう風になってるけど、そこにみんなこの島民のちいかわたちが助けてっていう風に言ってくるわけなんですよね。だったらちょっとモモンガ生意気なことに可愛いんですよね。なんだこれ、ぽい泣きながら討伐しろっていう風に言うけど、まあモモンガからしたら元デカ強だったという意味もあって、やっぱデカ強は討伐されるんだっていうのが、この王恐ろしいっていうのはちょっと2つの解釈できるんですけど、やっぱもともとでかかったそのもっとでかつ用のモモンガからしたら、自分と同じ同類たちが討伐されるっていうのはやっぱ怖いっていう風になるじゃないですか。っていうのと、せっかく小さくて可愛い体になったのに、その体を失うかもしれない、命を失うかもしれない、そんな討伐に行くのは恐ろしいっていう2つの意味で、モモンガ怖がるわけなんですよね。ということで、もちろんモモンガたちも行きませんと。まあこの感じからしたらカニちゃんひょっとしたら参戦するかもしれないけど、モンガが来ないんだったら多分カニちゃん行かないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、で、そしてチーカオたちに場面が変わりますと。で、変な武器ビンヨヨはぁもう俺ウサギ大好きなんですけど、もうこれがマジで可愛すぎて、ウサギも多分表情から感情分かりにくいけど、これでどうやって戦ったらええねんみたいな感じになってるんだと思うんですよねいやーこれもうずっと見てられるわ、このウサギ。ビンヨヨはぁ、他のみんなは帰ったようだが、で、なんかずっとその違和感というか気になったのが、まあ作者の気遣いというか、その数え方が1匹とか1人とか、その認証がまだ出てきてないんですよね。他のみんなとか、そう、なんかあなたとか自分とか、そのなんかそういう、そのなんか相手を指す言葉を使っていないままここまで話進められるのすごいなっていうふうに思うんですけど、まあそんな話はともかく、まあお前たち帰りたかったかっていうふうになって、自由家たちが正直にセイレンと会ったことあるんですって。で、本当は話し合えるかもしれないって。まあセイレンもそのなんだっけ、チーカーたちを初めて襲った時に間違えて襲ってごめんねっていうふうに謝ってたわけなんですよね。で、謝ってた、そのなんだろう、良識のある、しかももともと復讐でやってますからね。誰かに手出された、仲間を殺されたっていう支援が理由で戦っているんだから、なんかまあそのセイレンにもなんか正当性はあるっていうふうに僕思うんですけど、まあ何せよなんかその重要な場面で
八王子たちが正直にセイレンと会ったことを実は仲間になれるかもしれない、話し合えるかもしれないっていうことを言おうとしたら、なんか村が襲われてると。で、嫌な予感なんですけど、これが最新話なんですよ。嫌な予感的中。集落の方、まあ、なんだかんだウサギが真っ先に駆け寄ってくれるという、まあ身体能力が高いだけかもしれないですけど。で、町にいたのがまさかの精霊なんですよね。というか、あなたは水陸両用だったのって感じなんですけど、で、見たらやっぱ思ったよりでかい。そしてちゃんと人魚も上にいるっていうね。で、村の方に押し寄せてきてるっていう。で、まあラッコ先生からしたら、あの絵のやつが来たなと。まあ、八割たちもその、まあ、島民が食われるの嫌だし、まあ、一度は心を通わした子がラッコ先生と戦うなんて嫌じゃないですか。で、ウサギが、まあ、空気読まずというか、その、まあ、これ多分挨拶だと思うんですけど、ね、ヤハって、ビンヤヨって、戦う気はないと。ただ、精霊からしたら、あなたたち来ちゃったのねと。来ちゃったのね、まあ、来ちゃったのは精霊なんですけど、この場に出くわしてしまったら、もう戦うしかないよねっていうような険しい表情たちをしてて、話が終わるんですよね、最新話のね。でね、ちょっとなんか違和感がね、やっぱりあるんですよね。僕、その前の考察でもお話ししたんですけど、精霊が悪者、黒幕ではない説を唱えてて、というのも、まあ、島民たちが歌ってた歌の元は精霊が作ったわけじゃないですか。で、精霊はこの島の守り神なんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。ただ、なんか、欲深いチーカワ、けど、チーカワ族ってそんな欲深いやつ、まあ、八割は欲深いですけど、なんか純粋な欲じゃないですか。こうしたい、ああしたい、だから頑張ろうっていう。なんか島を牛耳っているここなんか後ろで操っているデカツヨ、陸上型のデカツヨがいるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、でそいつがそのなんか不老不死を手に入れたくて人魚一匹食いましたと。ただその願いが叶ってませんと。でしかもセイレーンの恨みを買って島民たちはどんどん減らされていますと。っていうふうになったら、もうそのなんだろう、セイレーンと人魚たちをもうまとめて始末する、そしてその死体を食べるということをするために、なんか今回の商法というか島の外からチーカワたちを集めたんだと思うんですよね。で、まあ、違和感のもう一個が、そのセイレーンが今攻めてくる、しかもわざわざ陸上に乗り込んでくる理由がちょっとわからないわけなんですよね。だって明らかに水中向きじゃないですか。で、自分の得意な水中だったらさすがにラッコ先生も勝てないと思うんですよ。だからなんか黒幕が精霊に対してまたなんか鱗を置いてったとか挑発したんだと思うんですよね。で、そうなんだ、今後の展開として精霊がラッコ先生を倒して村人全滅するっていうのも最悪のルートじゃないですか。で、その一方でちゃんと話し合いができないままラッコ先生が精霊と人魚たちを討伐するっていうのも最悪のルートじゃないですか。多分このまま決着が勝った負けたどっちの決着になったとしてもチーカーたち幸せにならないんですよね。だからなんか戦いの途中でなんか和解できるなんかルートを切り開くチーカーたちがなんとか喧嘩を仲裁するんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、で多分黒幕がセイレーンをおびき出してここで倒して、それ言ったか、あとなんか言ってないことあるっけ、ちょマインドマップがあるんですけどね。そう、わざわざ陸上に上がってきたっていうのがね、なんかね腑に落ちないんですよね。どうなってるんでしょういや、まあそう、僕の思考力だったとこの辺違和感を感じてるところをみんなに提供するところしかできないわけなんですよね。で、けど、未だにその黒幕の影も出てきてないじゃないですか。いやー、どうなんのかなー。ヤハって感じっすよね。ヤハ。いやー、でも完全怒ってるしな。で、島のチーカー、この討伐島最初に来て、チーカーが、吐きそうになって船酔いした時に、炭酸くれた子たちがいるじゃないですか。あの子たちも最初話しかけた時になんか変な間があったりとかして、多分あの子たちがなんか鍵握ってんじゃないのかなって、なんか黒幕とつながりあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうなんですかね。で、まあ一部の島民だけ真実を知ってて、で利用されてるというところが明らかになって、セイレーン含め、まあ主要人物たちが味方になって、なんか悪いやつを倒してくれて一件落着してくれたらいいんですけど、このまま、全員チーカー含めてブチ56されましたっていう展開も、セイレーンをやっつけましたっていう展開も、なんかね、セイレーンはただ自分の仲間の復讐をしに来ただけですからね。そのセイレーンがなんか無念で亡くなるっていうのもなんか釈然としないですよね。まあけど長野先生はね、こうやって僕たちがなんか発狂する様を見て楽しむの好きだし、
こうやってなんか理不尽な展開で、そのなんかあのカマキリが、そのまあなんか昔の漫画のインタビューとかで、そのカマキリのメスって交尾した後カマキリのオス食うんすよ、栄養のためにね、みたいな風に生物の残酷さ、生態系の残酷さとか描くの大好きって言ってたんで、なんかそのセイレーンがその復讐しに来たけど、その復讐が果たせずに、そのなんだろう、あのワンピースのあのエースを奪還しに来た頂上決戦編でオーズ・リトル・ジュニアがそのなんかあの届かずに、エースに届かずに死んだみたいな、ああいうなんかその僕たちにしこりが残るようなあ、まあ、なんでワンピースの例えが出てきたのか今わかんないですけど、そういう展開に永野先生するかもしれないわけなんですけど、今のところ僕ちょっとやっぱり前回の考察と同じように違和感がずっと残ってるんですよね。皆さんどう思いますか？ということで、また今後も最新話が気になるところだなっていうところで、あの現状の僕の考察はあの閉じさせてもらおうと思います。なので皆さんもあの僕の考察の中で、いやそれちょっとおかしくないだったりとか、いや自分はこういう展開になるんじゃないのかと思いますみたいな意見があったら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回は以上、バイバイ。